おめでとうございます。2021年は私挑戦の年にしたいと思っていて、どんどん挑戦したことないものいろいろやってみたいなと思っています。一番最初の動画が服って思った人いると思うんですけれど、今年はですね、私の好きをどんどん追求してみんなと一緒に楽しんでいきたいと思っています。もちろん今までやっていた韓国語とか韓国に関してもやるし、私ね、好きなことが多すぎて、もうやりたいことが多すぎるの。韓国を含めた外国も大好きだし、言語を勉強することも好きだし、服も大好きだし、コロナが終わったら行きたい旅行プランとか考えたり、いろんなことをしていきたいと思ってるので、皆さん2021年も私と一緒に楽しんでいきましょう。では今年1番目の動画は服、 Let's go。今日はこのブラウスとそしてベレー帽を使ったコーデをしていったんですけれど、一番最初のコーデ、私ね、古着が大好きで、こういうカラフルな色が入った服が大好きなんですけれど、こんな感じで、ほら、このフリフリも古着で、これと一緒にね、中に合わせると可愛いんですよね。このブラウスもこの上のジャケットも京都にあるイブっていう古着屋さんで買ったんですけれど、このね、スカートがね、名古屋の大須商店街にある、結構大須っていうところが古着屋さんがいっぱい集まってるところなんだけど、でもね、これは新しいやつだね。アネモネっていう服屋さんで買いました。これね、めっちゃ安かったんだよね。4000円もしなかった気がする。このジャケットの茶色があるから、この茶色を拾って、この茶色のズボンを履いて、ベレー帽も、私ベレー帽大好きで今19個持ってるんですけど、ベレー帽をこの色にしました。なぜかというと、ここにオレンジが入ってるの。メインカラーが茶色とオレンジのジャケットだから、こうやってかぶってあげると合うかなっていう感じで合わせてみました。そしてね、オープニングの動画でも持ってたと思うんだけど、この茶色のちょっと透明のカバンを持ってあげると、こなれ感が出るかなと思います。これはインスタグラムとかポップアップで売ってる作家さんのカバンです。あんまり入んないんだけど、例えばだよ、リップとか入れてるだけで透けるから可愛いんだよね。可愛いんだよ。可愛いリップとか入れるとすごい可愛い。お次はこちらなんですけど、このね、レトロな緑のワンピースです。これはね、金山のジェームズさんって買ったんだよね。これ生地薄くて、夏にもね、このままで着れるやつなんだけど、冬は寒いから、この下にヒートテックとか着て、ブラウス着て、これ重ね着するとすごく可愛いかなと思います。こんな感じで紺色のやつをね、かぶってあげて、これやるとレトロなガールになれます。これプラスこのカバンをね、入れてあげるともっと可愛くなるかなと思います。なぜかというと、これもまたこの緑が同じような緑でしょう。だから色を拾ってあげて可愛いかなと思います。お次はですね、このジージャンを使ったコーデなんですけれど、これね、襟がなくてすごく使いやすいの、可愛いの。これ短くて、ここに隙間出るの分かります？それでこの下にはこのピンクのパンツを合わせてみたんだけど、この2つ買ったところは一緒で、東京の R ヴィンテージってところでオンラインで買いました。可愛くない？これもね、すごい楽なんだけど可愛いんだよね。めっちゃ可愛い。で、これとこれピンクで合わせてあげて、こういうコーデになってます。で、ちょっとこれはピンクで可愛めのコーデだと思うので、こんな感じのフリフリのついたバッグとか持ってあげると可愛いかなと思って、こうやって着てあげても可愛いかなと思いますよ。こんな感じ、これすごい使えるんだよね。これは韓国で買った、カンナム駅の地下のお店で買いました。そして最後はこの真っ赤っかのワンピースなんですけど、これもね、夏に1枚で着たりするんだけど、冬にも使えて重ね着することによって、この胸元からレースも見えて可愛いし、ベレー帽をつけてあげると、この白いベレー帽ね、赤いのがついてて、これとね合わせて、ちょっとナースみたいだけど、ここがあって可愛いかなと思います。これはね、フランスの空港で買ったんだけど、すごいやっぱりフランス本場だからかな、しっかりしててすごくお気に入りです。じゃじゃーん、こんな感じ。どうかしら、赤と合ってるし、白と合ってるし、可愛いかな。メルヘンな感じだけど可愛めに着れると思います。そしてカバンはドクターマーチンの
カバンがあるんですけど、こんな感じで私ね、編集を今は外ではあんまりやらないけど、コロナがねなかった時は外でパソコン持って編集しに行くことが多かったので、でっかいカバンをめっちゃ入るんだよ。これはイギリスで買いました。日本で買うとねこれ5万とかするけど、イギリスで買ったらね3万はしなかった。すごい安く手に入りました。こうやってしょったらなんか学校行く人みたいだけど可愛いかなと思います。はい、ということで今日は服の動画でございました。皆さんいかがでしたか？私の好きな服たちをたくさん紹介しました。の古着屋さん超可愛いよとか、この服屋さんいいよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。では皆さん今日もいいねを忘れずに。 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひフォローお願いします。ではチャンネル登録してまた次の動画で会いましょう。2021年が皆さんにとっていい1年になりますように。バイーン。